ケンブロックさんがですね、ものすごく、モータースポーツもそうですし、車の楽しさだとか車を盛り上げるというようなことで大活躍というようなことなんで、その様子を見に来ました。そして、日本もですね、最近ちょっと車があまり、元気じゃないと言いますか、ちょっと人気がないと言いますか、ちょっと何か足らないなと思ってたんで、ここでケンブロックさんのイベントから得るものがあったらいいなというようなことで参りました。いや、やっぱり本当にこの人を喜ばせると言いますかですね、みんな見てる人を楽しませるっていう、この辺のショーアップと言いますか、本当に我々が忘れてたですね、原点みたいなものをここで見たような気がします。やはりアメリカだなっていう、本当にそんな感じです。